はい、えー、こんにちは、えー、ニコンイメージングジャパン公式 youtube チャンネル z の世界へようこそ、えー、お相手は阿部秀樹です、えー、前回前々回と、えー、z 50の f 1.2 s、ね、設計された原田さんとねメカ設計の中野さんに来ていただきましたで今日はね僕があの撮ったインプレをねちょっと皆さんにねお話したいと思って写真を見ながらね進めていきたいというふうに思いますね であのまず最初にね僕が一番最初の時にフードをね自分のやつをつけたら蹴られたって話したでしょ。でそのフードをねご覧に入れたいんですよ。ののののね50ののね、えー、純正のフードはこれですねこれねでこ,こがこう花形になってるこういうフードなんですけどこれがうちにねあの僕が無理やり取ってきたからなかったんで,で僕は何をつけたかっていうと。 ゼラチンフィルターフォルダー AF2AF3 って昔あったんですよでこれをねうちのねあの用品とかも見たらねあったでこれがね外したらねぴったりなんだよそれでねじ込み式でね、これぴったりいくわけでちょっとまあ外観のデザインは悪いけどと思ってもちろんテストはしたよ僕も35年もこの仕事してますからで周辺も見て。 取って拡大してよしこれならいけると思ったんだけど四隅じゃないところなんだ多分ねこの蹴られるところがそれでね、えー、ああいうふうに原さんに「うん阿部先生んかちょっとレンズの前つけた?」って言われたんですけど要は自分でフードつけたけどって言ったら「ああそれかな」って言われたけど、まあ、最近ねあの僕も三十何年やってきてそういうミスはしたことがなかったつもりだけどもしかしたら。 今までもあったかもしれないなと思ってちょっとあれ反省しようと思ってるんだけどあと今フィルターとかすごく流行ってますけどやっぱりレンズの前に何か置くっていうのは注意した方がいいんだなって改めて僕は今回の件で思いましたでニコンが僕に言ったんですよ こんなこと話しちゃって安倍先生かっこ悪くないですかとおてんですよっていいじゃないって僕だってそんなこともあるしねまあ僕もしょっちゅうやってるわけじゃないからだからそういうこともあるってことをねあえてここでね言いましょうって言ってあのいいんですかなんて言われたけど全然オッケーですさあというところで採察したんですけどねえそれを見ていきながらねちょっと進めたいと思いますえ一番最初のねところでまずねえミュージアム採察をしましたね でミュージアムあの僕ねこの写真で何を見てもらいたかったかというとこの50の12をつけてファインダー EVF 覗いたら何見ても綺麗に見えるんですよもうね50の12というレンズが今まで身近になかったニコンユーザーとしては本当に嬉しいねやっぱりあの初めてのオートフォーカスでバンバン見える50の12なんですよしかも今までのねいっレンズは悪いけど。 ちょっとレベルが違う高いポテンシャルのレンズだから何見ても楽しい。でちょうどミュージアム行ったんですけどミュージアム行ったらねあミュージアムのねこのカメラ背景でもこんなに綺麗な写真撮れるなと思って撮りました。ね、さあそしてミュージアムなんですけど 5周年を迎えますで新しいコンテンツもね入ってんですよねでこのあたりもねまた皆さんにも見てもらいたいというふうに思っているところですこれ一番最後のところでまたねちょっと紹介し直しましょうねはい、えー、そしてですね、えー、僕がね、えー、撮っていった中でとにかくね写真撮ってみて自分の中でねそのバリバリの改造じゃないんだけど拡大していくと特によくそのシャープに写ってはいるんだけど あのいわゆる、まあ、世間の一般的な言葉になるけど質感とかそれからトーンねでそういうものはとってもよく出てやっぱり一番はね僕は大きいモニターを持ってるんだけどそそれ見ているるるとね今ここにによように思えるんだよそのモニターを見てるっていうよりもあこの場所こうだったんだよなって丹念に見返せるそのリアリティリアルな感じやっぱりこれが一番だと思うね。うん、でここののののの写真のこのレンズの良さっていうのは あのー、そのまんまその立体物を持ってきてくれてる平面に置いてくれてるっていうその良さだと思う。ただ単に細かいところスミズマで写ってるでしょうとかそういうところじゃないんですよ。そこをね感じてもらえたらなというふうに思いますね。はい。さあそしてボケ、えー、ているところからねこうやってピントが合うところが楽しいんです。まず最初にねあのー、パッとファインダー見て。 でまあ、当然ピントがあったのからボケ像じゃないですかでシャッターボタンを押して AF がファッと働いてピントがこうやってスッと合うわけですよねで最初にまずねこれがね僕の中では面白いあなんでこのまま撮っててもいいんじゃないかなと思うぐらい綺麗なボケがあってそしてピントがスッと合うわけですよ。でオートフォーカスねすごい頑張ってね、えー、作ってるから。 もっと遅いのかなじーっていくのかなと思ったらそんなことないサッと合うわけですよ。でこのボケてる絵でそのまま撮れてしまうぐらいの感じそれをまあファインダーで見てサッとシャットボタンを反応してサッと合う。でこの辺りのところをね、あのー、皆さんにもね楽しんでもらいたいなと思うところですね。僕もも,うものすすごい楽ししかったですそしてえ今回、ね、モデルさん ちょっと遊ぶようにね散歩するように撮っていったんですけどあのレフ使ってないんですよでレフで帰ってこうギラギラ当てないで夕日の名残みたいな光を使ってね撮ろうっていうんで撮っていってます。そんな中でねあの どんな場所か分か分りますよね運河みたいになってて大きくボケてるんですよ一2のボケですからそれでも運河みたいになってて木がこんもり茂っててで右側の上の方には倉庫みたいなこう建物あってっていうでよくその大口径のレンズを使うと。 どどんんだだけけけ背景がボボケケてててるるるるかっていうのを自慢すじゃダメなんだよやっぱり何が映っててねそこにどういう世界があるのかっていうのが分からないとそれじゃないとねダメなんですよ。であのいきなりねブワーってボケてどうだっていうのが流行ってた時代もあるんだけどいやそうじゃない。やっぱり自分たちはね今目の前にしている世界それをねこの12というレンズの中で撮っていくにあたってやっぱり どんだけそこにねその状況が伝えられるかっていうで全部に合ってたらそれはガチャガチャするんだけどボケてる中でそれをこうやって言ってくれるっていうこのレンズの描写力そういうところを、ね、味わってみ、ねえー、たい味わってもらいたいというふうに思うわけですね。ですから僕は今回特にその気取った撮影もせず普通にもうシンプルに遊ぶように撮っていきました。ね、それとこれはお約束だからやったんですけど、あのー、やっぱり四隅を見たいと、ね。で 四隅はもう当然開放かかららこんなにいくかと思うぐらい映りますで真ん中がいいのは当たり前なんでレンズですからね端っこどう映るかってことは大事なんでこれみんなも気になると思いますからやりましたけどもあのもう十分満足。 もうこのままね、あのー、これってこういう写真だったんじゃないって、元々が望遠で撮って、で、思えるぐらいの描写をします。もちろんこれ開放ですね。で、ビオゴンタイプと聞いた時に、僕は周辺光量不足はどうなのかなって思ったんですよ。ビオゴンっていうのは、結構やっぱり対象型の玉っていうのは周辺不足することあるんですよ。で、あのー、全くもう微塵も欠片もそこから感じないんですけども、ね。 病、えー、言タイプと聞いてねそんなこと思った方ね、えー、そこもちゃんとしていいいいるるとととうことをお伝えすすし試しし試ててもらいたいと思いますそ12というところからね、えー、コマンドダイヤル回していくと131416と行くんですけど開放からもちろん描写はいいんだけどでもやっぱり F1.8F2 までのところにドラマはあります。 進度は変わらないですよそのぐらいだからだけどやっぱりそのボケてる様とかは変わっていくんでそこのドラマを僕はすごい感じたしみんなにもそれを味わってもらいたいと思います1,2もちろん原さんはねもう絞り得らない1,2だけでいいよって言ったけどでも1,2だけじゃなくて1.3、1.4今まで僕たちが 使ったことがないそういった味わいの絞り1.3とかそういうところをねやっぱりこのレンズで味わいたいなと思う。で、あのー、50の18がありますで50の18を僕はいやこれからも使います。何でかっていうとう このレンズだけではやっぱり写真が50/18のコンパクトなのも好きなのでねあのずっと絞り込むんだったら例えば56とか8とかっていうんだったらねあのこのレンズの良さはねやっぱりだいぶスポイルされちゃうからじゃあ50/18絞ったって一緒じゃないかってそういう時も絞りたい時もあるからだけど僕は両方持っってたたいなと思ったねうん逆にこのレンズを使って50/18のコンパクトさ良さもまた分かったしそんなふうにねえ使っていきたいというふうに思います。 あのオールドニッコールなんですけどもこの間も原田さんも持ってて僕も持ってきたんで2人で2本持ってきちゃったんだけどそれで僕もこの55ミリのの1.2をちょっとね遊びででで取り比べてみたんですよで僕の持ってるやつはかなり後期モデルでもうマルチコーティングがなってるぐらいなんですけどそれでもやっぱり逆光で撮るとかなりやっぱり狙っていかないとフレアゴーストバンって出ちゃうんですけど。であのー 新しいレンズとねそれからオーールルドニッコールこれのね対比取り合わせ取り比べこんなことがねまたできるねで僕はやっぱりこれニコンって F マウント変えてこなかったから何にもしてない AI 改造もしてないねレンズをそのまんまねマウントアダプター FTZ につけて今これ使えちゃうんですよ。 でそして取り組ができる僕はこんなところにやっぱりニコンのドラマを感じるねよくお父さんのカメラをねお子さんがもらうってのはあるけどおじいちゃんが使ってたレンズを今使える も,もしかしたらひいおじいちゃんぐらいにもなるのかもしれない、ね、そんなことを考えるとニコンの僕はこの F マウントから Z マウントへのドラマっていうのを感じますねそして Z でそれがねこうやって楽しめるっていうことがもう素晴らしいと思います、まあ、こんなふうに僕はねあの今回この50の 1.2S をね楽しんできましたで、あのー、最後にちょっと下様のこと言いますけど、あのー、ノックとは素晴らしいだけど僕にとってはマニュアルだってこととあとやっぱり当然皆さんもそうだと思うけど お値段のこともありますよね。で、この50の1.2ってね、頑張ったら買えるところにあるんですよ。これすごくないですか。ね、あの夢物語じゃなくて、誰もがちょっと頑張ったら買えるところにあるのがこの50の 1.2s なんですよね。z の。ですから僕はね、あのやっぱり実用的なところというのも考えてね、皆さんにもね。 えー、このレンズ、ねえー、触ってもらいたい考えてもらいたいね使ってもらいたいそんなふうに思うわけです。さっきね最初のところでちょっとお話ししましたけどニコンミュージアムのことを、ね、お話しさせてくださいあのー、2015年にオープンしてね、えー、10月でね開館5周年を迎えたんですよ。まあ、今年はこういったコロナ禍だってこともありましたけどもでも15万人の方々に見ていただいたんですね。で あのー、もっと本当は早くに、ね、公開するコンテンツだったんですけど嘘つき探偵っていう、ね、人気作があるんですよ。でこれは、ね、あの今回、ね、あの公開したんですで。海中に沈んだニコノスの、ね、ニコノス3という話なんですけどぜひ、ね、見ていただきたいんですよ。というところでまだまだ、ねえー、次回その次ですね次の高学設計メカ設計の方を呼んでお話をしたいと思っています。ま、ね、ままたた、えー、お会いいしししょううありがとうございました